まあ、自分の中ではすごい、好きな数字というか、まあ、楽しかった時に、つけてた背番号でもあるので、まあ、そういう何ですかね、初心というか、に戻って、またやろうという気持ちになりますかね。今年背番号を68から13に変更したセカンドのレギュラー筆頭候補三森正樹。それを通した感想はどうなんですかね。なんかちょっと違和感というか、昨日ちなみに鏡で見たんですけど、あんまりなんかちょっとパッとしなかったんで、まあ、自分自身もそうですし、ファンの皆さんも多分最初は違和感あると思いますけど、いいプレーをして、この背番号とともに、頑張っていきたいなと思います。新たに背負う13番には特別な思い入れがありました。三森が生まれ育った埼玉県越谷市、訪ねたのはご家族と少年野球時代の先輩です。彼が野球の虜になったのはお父さんの影響でした。ずっと夕方まで草野球にずっと連れてって遊んでたっていうのはありません。見てたっていうのは遊んでた、だからお兄ちゃんなんかは変な話、夕方帰ってきたら漫画とかいろいろ見たいんだけど、普通そうだよ、もう甲子園がやってる時はもう一切他のテレビ見えないっていう、朝から晩まで見てる。いや本当に、マジで朝から晩までです。いや普通に泣く、やっぱ回すと泣くんで、回すしかない待つしかない、終わんのを待つしかない。そうそう、終わんのを待つしかない。この時まだ幼稚園児、さらにこんなエピソードも。で甲子園がうーって始まる時にいきなりこう、最初は見てるんですよ、ちょっと見て、でそしたらいつの間にか自分でユニフォームを着替えて、でいきなりこうグローブ持って冷蔵庫にまず壁当てしてでそこからなんかこう自分の多分妄想の空間があって、その中にはこうなんかお願いしますみたいな、一人でやってて、おいちゃんとやれやみたいな、そんな感じで言ってるんですよ一人で。いや変わってんだよね。異常です、異常やってましたね。冷蔵庫をこうキャッチャー代わりにしたり、壁当てというか、いやもう自分一人で自分が何役もして野球をやってるかのような、いや親だったら心配になりますよねちょっと。まあでも、はい、今こうしていられるんで、はい、よかったかなとは思いますけど、はい。地元の少年野球チーム、のぼりとファイターズ。入団したのはなんと幼稚園年少の時でした。当時の監督横山さんはその才能に驚いたといいます。足は速いしね、誰も追いつかなかったじゃん。足は最初は右バッターだったの、で左右バッターで左返して、はい、これでもファーストまで来るのに秒数がちょっと遅いって、何秒で走らなくちゃダメだって、もうそれぐらい必死でやってましたよ。小学3年生になると飛び級で 5,6 年生の上級生チームに抜擢されます。この時に初めてもらった背番号が13だったのです。13だった理由はもう 順番ですね、正直。だ12人5、6年生でいて、正樹が13っていう背番号でたまたまやったっていう。初めての背番号13をつけ、小学3年生ながらスタメンで1番バッター。さらにもう一つ大きな特徴がありました。泣いてばっかりいたよ。どういう時泣きました？全部、アウト、打てない、守れない、すぐ泣いてた。ああ、でも泣きっ
っぱなしじゃなかったのよ。悔しさを持ってたから。今の子供はもうほとんど投げっぱなし。投げてすぐにケロッとしてもらってる。泣くほど好きだったからやっぱり。3歳年上のチームメイト稲見さんも、まず、まあ、正樹が1番バッター で僕が2番バッターだったんですけど、プレーボールで、打席に入って、まあ、三振をしたとしたらもう大泣きでベンチに戻ってくる。僕の役割としては戻ってくる、泣いて、戻ってくる正樹を大丈夫だよっつって、そこから打席に入るっていうのが、まあ、僕の仕事なんだよね。バットに当たってさ、サードゴロとかでもうアウトになったら泣いて帰ってくるみたいな。表紙に大きく13と書いた自作のアルバム、その中には反省点もメモ。野球が大好きでたまりませんでした。野球は嫌がらなかったですね。学校はめちゃめちゃ嫌がった。いやマジ学校行かないですからね。そう、カバンとか投げるからね。投げてもう行きたくねーっつってたけど、まあでも野球はないっすね、うん、野球も一生懸命だった少年時代、その当時を今でも大切に思うからこそ背番号13を選んだのです。本当に13番でいいのかみたいな不意な話にはなりましたけど、まあ、僕は13番大丈夫ですっていうのは入りました。やっぱこうすごい小さい時の、記憶というか楽しみながら、いいプレーをこうできるようにっていう気持ちもそうですし、まあ、もちろん野球自体好きでこう始めたので、その気持ちはまあ忘れないように、はい、しっかりこれからもっともっとこう、やっていきたいなっていう気持ちですかね。本人にとっても地元の家族にとってもさらに楽しみなシーズンになりそうです。